平野紫耀が涙涙、キンプリ、思い出作り旅の地方級フィナーレ、岸優太、今後の人生の糧に、20日が現体制最後のテレビ出演。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。人気グループ、キングプリンスが20日、5人体制で最後のテレビ出演を終えた。メンバーの平野紫耀、二十26、優太。 27、神宮寺優太、25、が22日をもって脱退するため、この日生放送の NHK 音楽番組、ベヌー101、あと10.55はラストパフォーマンスに。平野は、最後の、ありがとうメンバー、ファンに言えたと号泣し、5人で肩を寄せ合った。メンバーやファンにとって忘れられない一日になった。ラスト曲は、ファンへの感謝を込めた新曲、ビューティフルフラワーを熱唱。 平野はまさかの大粒の涙を流し、顔をくしゃくしゃにして最後のメッセージを届けた。歌唱をギリギリ耐えた。とおどけつつ、こんなに泣くはずじゃなかったんだけど、最後の、ありがとうのフレーズをメンバーやファンの皆さんに言えたので、すっきりしましたと笑顔を見せた。NHK、ベンルー101では、人気曲、アイチャイバン2022年やデビュー曲、シンデレラガール、18年に続き、ビューティフル、 お披露最初に泣いた平野をメンバーは励ましていたが、ついに高橋海人、24、のにも涙が伝い、リーダーの騎士は声を詰まらせ、歌唱後は5人で深々と頭を下げた。最後まで気丈に王子様スマイルを貫いた神宮寺は、ようやく実感が湧いてきたと考え深げ。長瀬角、24、も微笑みながら目を潤ませ、騎士は、一生忘れられない思い出を作れたと喜びをかみしめた。 同日放送の日本テレビ警官無理番組、キングプリンスル、キンプル、午後7.56最終回 SP では、5人で1泊2日の新潟旅行を満喫。自作の花火大会を行い、それぞれの思いの竹を花火玉に手書きした。平野は、5人の関係は花火のように散りません。と今後も変わらない固い絆を強調。メンバーカラーの5色花火が上がると、騎士は、ちょちょぎれそう。 泣きそうになった、と胸を熱くした。エンディングでは、それぞれ視聴者にメッセージを発信。騎士は涙をこらえ、番組を通して今後の人生の糧になった。その思いと一緒に楽しく、人生を生きていきますと前を向いた。平野と神宮寺は脱退と同時にジャニーズ事務所を退所し、騎士は主演映画、G メン、8月25日公開の宣伝活動を終える今週に巣立つ 今月23日以降は長瀬と高橋の二人で金プリとなる。デビューから丸5年の5人体制ラストデーが迫る中、過去最高の美しい景色を国民に刻んだ。ずっと好き、ファン涙。金プリの最後のテレビ出演を受け、ファンは SNS 上で様々な反応を見せた。キングプリンスル。でのメンバー間の絆や NHK、ベヌー101で披露した5人のラストパフォーマンスに、 花火さすがに泣いた、5人、愛おしすぎるなどと投稿。金プリの SNS にも、ずっとずっと大好きだよなどと感謝の声が溢れた。羽生ゆずるプロフィール、宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平正オリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。 現在プロスケート選手として活躍中。平野志陽さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。